カノの方でね、ちょっと動きがあったんで、ちょっと見ていきます。で、以前からさ、あのカノが、あの、みっちゃんとヒカルと飲みに行く、まあ、要は、みっちゃんにおごってもらうんだ、みたいなね、私だってね、あの、みっちゃんからね、その、取れる価値あるんだ、みたいなことを、まあ、動画で言っていて、実際結婚したんですよね。ちなみにこれは、新八さんが旅行に行ってる時あの、15万もらったじゃないですか、あの、リスナーから。まあ、その裏で、まあ、こういうことがあったわけですよ。で、まあ、ヒカルさんはいなくて、まあ、普通の居酒屋でね、まあ、これ、 オープンでカラオケとかできるところなんだけど、あの、カノとミッちゃんがフワッチ配信しながら、まあ、なんでいたって感じで、まあ、ほぼ当たり障りの会話と、まあ、カラオケを楽しんでいたって感じなんだよね。で、これ、じゃあどういうことかっていうと、あの、カノの方がね、その、町田のガルバを辞めるわけですよ。で、新しいそのガルバに勤めるんだよね。勤めようとしている。で、カノがその町田のガルバを辞める理由が、まあ、おそらく大して客を呼べなくて、 ガルバの女の子としてな中津飛ばスだったと思うんだよね。それでね、まあ、そ、ま、こ、あ、も悪いし、まあ、おそらくその店に嫌われて、まあ、居づらくなって、やめた。まあ、前の渋谷と一緒だと思うんだよね、天末は。でも、この、その中で、このみっちゃんだけは、あの、ゲットしたわけですよ。で、すごい久しぶりの再会なんだよね。で、このみっちゃんは、あの、このノとは本当はパンクし,したままだったんだけど、なんか風向きが変わって、 あのかのカノはその新八丁とその体の関係がない付き合ってないってみっちゃんに断言しておいてでもみっちゃんがその真実を知ってふざけんじゃねえよってなるちゃぶ台ひっくり返した感じなんだよね。でもそっからね時間が経って、まあ、みっちゃんもね気持ちが変わったのかなんかわかんないけど要は中江さんがさあの新八丁さんにこの詐欺師がっ言ったじゃないですか。 まあ何でもやっちゃうのにね、不満をぶちまけた。けど、時間が経ってさ、やっぱりあのもう一回、何でもやっちゃうしたいです。お願いします。みたいな感じと、似たような状況かなって思うんだよね。まあ、時が解決したっていうかね、人間の気持ち、だからね、まあ、変化するわけじゃないですか。で、まあ、なんだかんだで、この二人が、まあ、配信をして、まあ、楽しく和んでいたんだけど、でも、その中でね、みっちゃんはね、不満を漏らしたんだよね。ガルバのね、その30万は高いよって言ったりとか、 そしたら、ノはなんか、ごめんね、とか、なんか、本当はぼったくるつもりなかったんだけど、なんか、ごめんね、って、なんか、軽く流したんだよね。まあ、それは僕は実際に見ました。まあ、それプラス、シンエットさんにも10万ぐらい払ってるんだよね。ってな,なると、まあ、40万ぐらい使ってるんだよね。あの、カルバーの、まあ、一晩で。みっちゃんの場合はね、その、親のさんがね、がっつり入ってきて、まあ、お金に余裕があるから、まあ、みっちゃんは、まあ、そういうことをしちゃうんだよね。まあ、これはまあ、みっちゃんの、まあ、 責任と言えば責任だし、まあ、自由と言えば自由なんだけど、でもね、あの、僕もね、あの、最近知ったんですけど、みっちゃんね、入れ墨が入ってんだよね。ちょっとこれ今、見えないけど、手に入れ墨があって、まあ、彼も最近入れ墨入れたんだよね。あの戦慄からのみたいな感じで。でまあ、それはいいとして。でさ、みっちゃんはね、あの、まあ、俺が聞いたところによると、あの、精神疾患があるらしいですよ。まあ、確かになって感じだね。精神疾患があるから、 まあみっちゃんとしたらね、30万だろ、40万だろ払って、あの、本当はね、あの、新ょ丁と彼が、まあ、そういう恋人的な関係だった、体の関係もあったとてして、ちゃぶ台ひっくり返してパンクしたんだけど、でもやっぱりなんか、時間が経ってね、またね、歩み寄るってさ、それ、ないよね、普通はね。ぼっしゃぶ台ひっくり返して、普通終わりじゃないですか。でもやっぱね、この、まあ、カレンちゃん、新八丁とか、まあ、そこのライン見ても分かるように、 すごいなんかネガティブなことがバコーンってあってさ、ふざけんじゃねえよってなったとしても、やっぱ時間が経てば、またくっつくっていうのがさ、まあ、この精神疾患のね、人同士のあるあるなのかなとも正直思うんだよね。俺が見てる限りね。で、まあ、みっちゃんはこ、ね、れ、まあ、金があるわけですよ。で、彼女はその、みっちゃんはすごいいいお客さんっていうんだよね。っていうのはまあ、簡単に言うとさ、まあ、便利な人、使い勝手がいい人なんだよね。 みっちゃんは秀樹みたいに、なんかグイグイ来ないし、ホテル行こうとか打診もしてこない。でも、カノは、もうバコンで使ってくれる。ってことで、こうやってね、要はこれはあのプライベートなんだよね、完璧。だから今、カノは今仕事しなくて、チューブラリンの状態で、自分が次のね、その、ガルバーで働いた時に、あの、来てもらいたいから、このなぎ止めてる、だからメンテナンスしてる感じなんだよね、みっちゃんをでみ。で、ちなみにここもみっちゃんのおごりらしいですね。で、カノは、だからあの、 本当のことをなんか、いぶかしげにしてるんだね、今も。で、まあ、みっちゃんもこの精神疾患だから、まあ、いぶかしげのままでなんか、クリアしちゃうっつうかなんとかなっちゃうんだよね。でさ、ここでまあ一つ問題なのが、このみっちゃんがさ、精神疾患あって、このかのがさ、嘘ついてるわけよ。死んじちょっと体の関係ない。うん、付き合ってもないって言って、だ夢と希望を持たせてるわけじゃん。で、みっちゃん、 ワン,チャンこのね、カノと付き合えるかもしんないとか思ってるわけですよ。でもカノは、あのはっきり配信でさ、客と付き合う気なんてねえからとか言ってるわけよね。深夜長さんの会話で言ってました。でもみっちゃんにはさ、こうやって罪隠して、うまくこの引っ張ろうとしてる、つなぎ止めようとしてる。非常にこすいんだよね、ってことがね。で要は、金釣るしかない,ないんだよね、金釣るでしか。だから、だから俺それってさ、だから、みっちゃんが精神疾患っていうのを、カノにもカミングアウトして、カノが知ってるならば、これ、 純詐欺罪でこれ、判断能力のないね人にこういうことをしてって、これ犯罪なのかなとも正直思うわけですよ。ってことで、まあま、あどこまでね、自分がこの問題に首突っ込んでなんか行動すべきかってまあ、分かんないんだけど、まあ犯罪的なねのを目の当たりにして黙認するのもよくないなと思って、まあとりあえずみっちゃんにこういうメールをしました。 さっきリスナーからメール来て、カノがまたみっちゃんに嘘ついて、みっちゃんのお金を深夜中に使わせようとしてると聞きました。要はね、今、深夜町の発表では、まあ、カノを意識してその遠ざけてるっていうんだよね。だからもう完璧この消し目をつけるから、だからカノの名前もあんま出したくないし、カノの話題も踏んないで、カノもまあそういうつもり、お互いそういうつもりだからってことなんだけど、でも結局カノのこの依存心っていうのは、 もうそんな、あの、なめやさしいもんじゃなくてさ、結局、卒業できてないんだよ、ちっとも新夜町。で、結局、今も、みっちゃんをつなぎとめて、新夜町にね、その、なんでもッチをさせようとしてるんだよね。そういう動きが、まあ、あるって、まあ、聞きました。まあ、それはね、自分は確認してないんだけど、でも、おそらく流れ的にはそうかなって思うんだよね。だから、要は、かのが新夜町と離れないために、 まあみっちゃんを使う。で、みっちゃんがし何でもッチちをご奉仕すれば、なんか自分の,そのステータスになるかのはね、深夜帳から、うん、あのプラス、まあ、いい子いい子してもらえるって考えてる、まあ、可能性が高いわけですよ。で、カノのは、ね、深夜帳公認のセクレティ・ミレーナつけてますよ。ミレーナ代は折半みたいです。これってうのは本当の話やん。あの深夜帳リソナーだったらね、誰でも知ってるわけじゃないですか。 まあ、セフレってことだよねで。そんなね、カノから削除されないように気をつけてください。まあ、金鶴になんなよって、なんか持ってかれんなよって、まあ、俺言いたいよ。だって、<laughs> あのね、亡くなったその親御さんがね、天国で悲しむじゃないですか。ね、書き換えのないね、その尊いお金だと思いますよ、その遺産っつってもね。えー、僕の話をま信用してもらえないなら、他の人にもいろいろ聞いてみてください。みっちゃんの弱い心につけ込んでますよ。えー、実際、カノは、 配信で客と、えー、付き合うはマジありえないって言ってて言ますから俺全部俺本当のことしか言ってないんだよね。まあ、強いて言えば、この、みっちゃんのお金を新予兆に使わせようとしてるってところは、まあ、ちょっとグレーで、まあ、絶対そうだとは言えないけど、他の、まあ、自分のね、その発言は、まあ、断言できる、まあ100、100%かなって、まあ、俺は、俺は思ってるわけよ。で、そしたらね、これ、みっちゃんにこれを送った DM なんだけど、 なんとね、カノがね、あの、乗っ取ってきたんだよね。はっ、適当なこと言ってんじゃねえよ。人から聞いたことをうなみにするくせやめたら。いや、別に人から聞いたのは、まあ、このみっちゃんのお金を深夜中に使わせようとしてるって、まあ、そこだけで、それが自分のちゃんと物差しで売ってます。で、私、カノです。<laughs> これ、みっちゃんのこの,あの DM なんだよで。みっちゃんもさ、これをさ、カノに見せて、カノに打たせるってさ、 北朝鮮にね、この乗っ取りをね、この許すっていうのもおかしいわけですよ。だから、みっちゃんを持ってかれちゃうんだよ、そんなやつだからね。で、マジだる。で、ブロックしたってことで。だから、まあ、カノとしたらさ、要は俺にさ、まあ、こういうこと言ってくるわけじゃないですか。で、本当ならばね、カノが別に何もやましいことがなくて、あの、ね、自分が死のならば、別に俺にこんなこと言わずにさ、いや、みっちゃんに、あの、いや、別に私はね、何も間違ったことしてないよ。 別になんかこういうガイアがガチャガチャ言ってるだけで別にさガイアの声は別にいろんな人がいるから別に、ね、悪く言う人もいるからそんなのは聞き流してよって別に私とみっちゃんでその付き合いとかさ実際に、ね、会ってるしさあの関係も深いわけじゃないですか俺なんてねみっちゃんと全く関わりないわけだからであの、ね、小さな胸を張ってさみっちゃんに、ね、そう言えばいいだけじゃんでもこうやって俺にさこうやって釘を刺してくるっていうかさ 言ってくるってことはさ、彼もさ、後ろめたさがあるわけじゃん。って、俺は判断してますね。だから、いつかはこれめくれるからね、その、まあ、人間さ、その嘘っていうのはさ、あの、突き通すってことはできないからね、結局嘘を、あの、ごまかすためにまた嘘ついて、上塗りで、でも結局そんな周りにバレるに決まってんじゃん。それで、だから一回みっちゃんとパンクしてさ、みっちゃんが茶豚ひっくり返したわけじゃないですか。っていうことでさ、まあ、みっちゃんもまあ成長してないのがいけないんだけど、でもやっぱみっちゃんはね、その、 オーバードーズもしたことがあるらしくて、それはみっちゃんの配信見てる人が言ってて、精神疾患があるから、なんかね、かわいそうだよね。でさ、要はカノがさ、こういうことするっていうのはさ、要はカノからしたら、もちろん深夜長が好きで、あのミレーナつけてとかさ、言って、承諾してつけて、まあエッチするのとかも楽しいんだけど、でもその反面さ、深夜長にどっか利用されてるとかさ、異様に扱われてるっていう気持ちもあるんだよね。だからそのさ、なんかもやもやっつうかさ、 マイナスな気持ちを埋めるためにだったら私があの深夜中側に回るじゃないけど、ね、強い立場にな,な,なるってことがだからいわゆるいみっちゃんからあのこうやってねぶん取ることによってその深夜中にいいように利用されたっていう心の寂しさを埋めてるって僕はあの見てますだからなんかすごいこの弱肉強食みたいな,なんか悪い意味でねなっちゃってるのがね なななんんかよくないなって思うんだよねだからピアじゃないじゃんって思うんだよねだからうんそれにそんなことしてもさ本当の喜びとか幸せっていうのがさ <laughs> まああるのかってなったらまあないと思うんだよねだからまあだから新夜、まあ、っちゅもうそらくさまあ俺はね一人に絞れないだからたくさんの女と遊びたいって断言してるじゃんでそれでまあ女の方がまあ承諾してまあそういうもんだってさあの ねえあのそれでさ、なんかスタートして、付き合う、関わるってことが望ましいんだけど、女は女でさ、結局、支配欲とかさ、私のものよとかさ、私の,のが上よとかさ、その優劣気にするじゃん、女同士で、順位とかさ、で、なんか、しっちゃかめっちゃかになるんだよね。だからまあ、うん、まあ、難しいよね、これは <laughs>。なんか、これってなんか、社会の縮図みたいになってるよね。なんかちょっとね、なんか人間のね、なんか、 よろしくなない部分がなんかねね垣間見えますす、ね、以上ですどうもありがとうございましたちょっとここからねまた後日撮った動画を付け出しますけどなんとカノに真実を告げたアリスナーがいましてこれみっちゃんに DM してるものを送ってもらったんだよね要はカノと深夜長のやりとりで「私はかわいそう思われたくない本当に何がしたのか分かんない」そしたら「 んやつさんががカノーが好きだよなんでこれ疑問系なんだろうね嫉妬しないで配信24時間するからちょっと黙っとけってことでねだったら信用させてできないでしょもう早く死にたい本当に好きだったら私のことを苦しめないでよってまあ恋人同士のこのなんか末期のやり取りをまあしてるわけじゃないですかそれをみっちゃんに送ったんだよね某リスナーさんが これ、公になってる LINE なのかなちょっと、どうやって入手したのか分かんないんだけど、今年の1月26日、カノと八千さんの LINE のやりとりですっていうのを、で、みっちゃん、カノに騙されないで、ちゃんとね、あの真実を知ってくださいっていうことで、っていうのを、まあ、そういう動きをした人がいるわけですよ。まあ、それをキャッチしたみっちゃんが、またね、2回目のちゃぶた返ししたと思うんだよね、カノに対して。 言ってることとやってることが違うじゃねえかっ,つって言って言われてるが恐れかったと思うのそしたらアフコカノちゃんがなんか全部嘘くらいがちょうどいいんだよ人生ってなんか逆ギレツイートをしているっていうね、まあ、うまくいかなかったんだろうねみっちゃんとパンクしちゃったんでしょ結局あって嘘ついたりさ騙したりとかしてさ金をさ巻き上げてやろうっていうさその魂胆がいけないわけじゃないですかって俺は思うけどね なんか、やばいよね、これ、犯罪を肯定してるもんね。よくわかんないよね、これを。本気で言ってるからね、彼女は。あほっこ彼女はなんてね、自分で言ってね、可愛いと思ってるんでしょうかね。もうなんか、バカマンでいいんじゃないのハントル名はって。以上です。どうもありがとうございました。